ローエングリーン、ローエングリーン、ローエングリーンは、リヒャルトワーグナーのオペラ。台本も作曲者によるもので、10世紀前半のアントウェルペンを舞台とする。以降に作曲された、楽劇、ムージークドラマに対し、ロマンティック、オペラと呼ばれる最後の作品である。バイエルンをルートビヒ2世が好んだことで知られる。第1幕、第3幕への、各前奏曲や、婚礼の合唱、 結婚更新曲など独立して演奏される曲も人気の高いものが多い。初演は1850年8月28日、フランツリストの式により、バイマル宮廷劇場で行われた。日本での初演は1942年11月23日、東京歌舞伎座で行われた藤原歌劇団の公演である。演奏は東京交響楽団、 現在の東京フィルハーモニー交響楽団。現在の同盟の団体とは別、四季マンフレートグルリット、主役のローエングリンは藤原義恵が演じた。堀内慶三役の日本語役手で歌われたが、戦時中3時間を超える上演は禁止されていったため、内容を縮小しての上演された。現在でも、第3幕を数分間カットして上演されることが多い。演奏時間は、 最終決定校で、約3時間30分、各幕60分、80分、70分。フルート3、3番はピッコロ持ち替え、オーボエ3、3番はイングリッシュホルン持ち替え、クラリネット3、3番はバスクラリネット持ち替え、ファゴット3、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、第3幕で一時的に3人、2体と1個、シンバル、 トライアングル、タンブリン、ハープ、言語部、十四型。舞台裏、または舞台裏に吹奏楽の番だ。フルート3、3番はピッコロ持ち替え、3オーボエ、3クラリネット、2ファゴット、3ホルン、12トランペット、4トロンボーン、中太鼓、ティンパニ、1個、シンバル、トライアングル、ハープ、オルガン。 いわゆる史上最初の完全な三冠編成であるが、これによって、同じ楽器で同じ音色による三和音が単独で、可能となる画期的な試みとなった。前奏曲。アントウェルペンのスヘルデカハン。ハイン・リヒオがハンガリーとの戦いのために兵を募る。そこへ、フリード・リヒが現れ、ブラバント広告の四次ゴットフリートが行方不明になり、 ゴッドフリートの姉エルザに弟殺しの疑いがあるとして王に訴える。王はエルザを呼び出し、釈明を促す。エルザは夢見心地の様子で神に使わされた騎士が自分の潔白を証明するために戦うと話す。王の伝令が騎士を呼び出す。すると白鳥が引く小舟に乗って騎士が登場する。騎士は自分がエルザの夫となり領地を守ること。 自分の身元や名前を決して尋ねてはならないことを告げ、エルザはこれを承諾する。神明裁判によって、フリードリヒと騎士は決闘し、騎士が勝利するが、フリードリヒは命を助けられる。夜のアントウェルペン城内、庭の物陰で、フリードリヒは妻オルトルートに、決闘に敗れた自分が追放処分になること、エルザに弟殺しの罪を着せるよう消しかけたのは、 オルトルートであること漏らして、悪態をつく。オルトルートは、騎士が決闘に勝ったのは魔法を使ったためであり、名前と蘇生を家と迫られるか、あるいは体の一部でも切り取れば魔法が解けるという。フリードリヒは気を取り直し、二人は復讐の二重章を歌う。バルコニーに現れたエルザにオルトルートは嘆いて、彼女の同情を誘い、さらに騎士への疑念を吹き込む。オルトルートは、 キリスト教以前の神々として、オガミ・ボータン、女神フライア、後に、学劇、ニーベルングの指輪にも登場するの名を呼ぶ。夜が明けると、王の伝令が現れ、フリードリヒが、まがいものの力を用いて、神前決闘を成したことを咎め、ブラバントから追放し、神聖ローマ帝国騎士の称号を剥奪することを宣言する。これにより、フリードリヒは、 フリードリヒ・ホン・テルラムントから、フリードリヒ・テルラムントになる。続けて、王の伝令は、騎士がエルザと結婚して、ブラバントの守護者となることを告げる。四人の貴族が、東方出生への不満を漏らしているところへ、フリードリヒが現れ、桑ワを放す。婚礼の式のために礼拝堂へ向かうエルザ。エルザの大聖堂への入場の音楽。突然、 オルトルートが行列を阻んでエルザをののしり、蘇生の知れない騎士を非難する。ハイン・リヒオと騎士がやってくるところ、フリードリヒも群衆に向かって騎士が魔法を使っていると告発し、名前と蘇生を明かせと迫り、エルザは動揺する。騎士は、フリードリヒらをエルザから引き離し、自分に答えを要求できるのは、エルザただ、一人だと答える。エルザは、 騎士の戒しめを守ることを高らかに宣言したため、騎士は、さあ、神の御前に赴こう。とうながし、二人は礼拝堂へと入っていく。その後ろ姿を、一人、恨めしそうに見つめるオルトルート。しかし気がなえるどころか、ますます復讐の念を強める。まがまがしいものの勝利を確信したごとき、不気味な音楽が流れて、幕が降りる。花々しい前奏曲の後、 婚礼の合唱、いわゆる、ワーグナーの結婚行進曲。エルザと騎士は初めて二人きりになる。騎士はエルザに、疑いの心を持たないように、再三再四く。しかし、エルザは、次第に不安が募り、夫に対する疑念にも似た気持ちは抑えられず、とうとう騎士の蘇生を問い詰め、騎士は困惑する。そこへ、フリードリヒが、仲間の貴族を率いて乱入し、 エルザは即座に騎士に刀を渡す。騎士は渡された刀でフリードリヒを一撃で倒す。するとそこに虚しくも悲しい空気が静かに漂う。永遠の幸せは瞬時に奪われたのだ。しばらくの沈黙の後、騎士はお月の助官に命じてエルザを着替えさせる。場面転換の感想はトランペットとピンパニの壮大なファンファーレ。第一幕と同じスヘルデー過半。カハン 王や大衆はいよいよ色づくも、エルザはうなだれて足取りも重く、続いて、旧テルラムント進化が、某種の意外を掲げて入場する。そこに騎士が登場するが、皆さんと戦いに赴くことができない。と宣言し、同時に、エルザが、金といの戒めを破ったことを訴えた。騎士は続けて、悲しみ、苦しみ、逡巡するも力を振り絞り、敗因ヒ王の前で、私は、 自分は、モンサルバート城で聖杯を守護するオーパルツェバルの息子、ローエングリンだと名乗る、の名乗りの歌ではローエングリンを、ローヘングリンのように発音するのが通例である。白鳥が小舟を引いて、迎えにやってくる。ローエングリンは、角笛と刀と指輪をエルザに手渡すが、指輪だけは丁重に、エルザの手の中に置いた。復讐を遂げたことに満足した、オルトルートは嘲笑うが、ローエングリンが、 静かに祈りを捧げると、白鳥は人間に姿を変える。その白鳥こそ、ブラバントの摩擦具であり、オルトルートの魔法によって、行方不明にされていた、ゴッドフリートだった。叫び声を上げて倒れるオルトルート。ローエングリンが去り、エルザもまた、ゴッドフリートの腕の中で生きたえる。胃腸腸八分割されたバイオリンがそうする表表とした。 和音から始まり、聖杯を象徴する旋律がそうされる。旋律は柔らかな感覚期に受け継がれ、次第に音程が低く、厚くなっていく。やがて刑事的なフォルティッシモの爆発に高まるが、再び元の天空に戻っていくかのように消えていく。1853年に、ワーグナー自身が書いた解説によれば、この前奏曲は、天使の群れによって運ばれてきた聖杯が、 まばゆいばかりの高みから降臨してくる印象である。この前奏曲はオペラ中でも特に名高く独立して演奏されることも多い。1851年にリストが発表した論文には虹色の雲に反射する紺碧の波と書かれている。1860年にパリでこの前奏曲を聴いたベルリオーズはどの観点からしても強体に値する。と述べた。また、 1871年にはチャイコフスキーもおそらくワーグナーの手による最も成功したかつ最も霊感に満ちた作品としている。下って1918年にはトーマスマンが存在するすべての音楽のうち最もロマンティックな音調にあふれた前奏曲だと述べている。マンは1949年にもこの前奏曲について触れ青と銀で輝くと表現した。 これらのうち、リストや漫画、青色について言及している点は、胃腸調の調整と色彩のイメージとの関連で、興味深。木管の祈りにも似た清楚な旋律が次第に、高揚してゆく。吹奏楽編曲による演奏がよく知られる。原曲は、合唱が加わり、クライマックスで、オルトルートの邪魔が入るが、演奏会では、無事に明るく終わる。また、 フランツリストによるピアノ編曲版も存在する。都庁長三部形式。総例で演奏効果の高いこの曲はバルキューレの気候などとともにワーグナーの代表的なオーケストラピースとして独立してよく演奏される。またこの曲も吹奏楽編曲による演奏がよく行われる。演奏会用の場合、原曲の最後に 筋といの動機が付け加えてそうされることも多く、あるいは、婚礼の合唱が続けられることもある。三部形式。いわゆる、ワーグナーの結婚更新曲として、メンデルスゾーンの結婚更新曲、夏の夜の夢の劇不図音楽からと並んで名高い。しかし、オルガンなどに編曲されるのが一般的であるため、原曲が還元楽付きの合唱で歌われることはあまり、 知られていない。最後には、主な登場人物のほとんどが去り、あるいは死んでしまうという悲劇的な展開は、当初から議論があった。特にローエングリンが去り、エルザが死ぬという結末については、1845年11月の友人たちを集めた朗読会でも、すでに異論が出され、初演後の1851年にも、アードルフ・シュタールによって批判を受けた。ワーグナーも、 この点には、葛藤があったらしく、批判を受けて、ローエン・グリンが去らずにエルザと結ばれる、ハッピーエンドや、エルザも、ローエン・グリンと共に去る、といった案を検討したとされる。しかし結局どの案も採用には至らず、批判へのリストの反論もあって、結末が変わることはなかった。このことについて、後にワーグナーは、ギリシア神話の、セメレとゼウスを引き合いに出して釈明している。 ギリシア神話で人間の女であるセメレは恋人ゼウスに大使神としての真の姿を見たいと願ったためにその願いを叶えたゼウスの雷に撃たれて焼け死んでしまうのである。リストは1848年からバイマル宮廷楽団の宮廷学長の座にあった。ワーグナーより2歳年長のリストはワーグナーの音楽の紹介に努め1849年5月に タンホイザーをバイマルで上演してた。同月にドレスデンの革命放棄が失敗し、これに加担していたワーグナーの逮捕状が出ると、リストはワーグナーのスイスへの出国に手を貸し、チューリヒでの亡命生活にも援助を惜しまなかった。リストがバイマルでローエン・グリンを初演式した直後、1850年9月2日付のワーグナー宛の手紙には、君のローエン・グリンは初めから、 終わりまで崇高な作品だ。少なくないところで私は心底から涙を流したほどだ。と書いている。二人の交友関係は、リストの弟子であった、ハンス・フォン・ビューローと結婚した娘小島が、不倫関係の末に、ビューローと別れて、1870年にワーグナーと結婚したことで一旦絶縁状態となった、1872年には、 ワーグナー夫妻の熱心な招きに応じたリストが、バイロイトを訪問し、和解している。ローエン・グリンの作曲当時、ワーグナーは、革命運動に身を投じている。その理由には、大きく二つ考えられている。一つは、自作、さまよえる、オランダ人や、タンホイザーがおざなりにしか受け入れられず、自分の音楽が理解されないことへの不満。もう一つは、 ドレスデン歌劇場の仕事への不満から来る、当時の体制への批判である。しかし、ワーグナーには、政治的な革命思想はなく、後に、ルートビヒ二世の庇護を受けたことからも明らかなように、むしろ王権の権威などについては、積極的な支持者であった。このため、革命運動のさなかに、主導者たちと他元を分かって逃亡したともされる。このような経験は、 エルザに受け入れられずに去っていくローエングリンの姿にも投影されていると考えられている。ローエングリンはワーグナーのオペラの中でも人気が高く、一時期は最も演奏機会の多い作品となっていた。1861年にミュンヘンで上演されたローエングリンを見て魅了されたのが、当時バイエルン王国の王太子だった15歳のルートビヒ2世である。 ルートビヒ2世は1864年に大井に着くと、ワーグナーを招聘し、ワーグナーの負債のすべてを肩代わりするとともに、高額の援助金を支給した。ルートビヒ2世は、リンダーホーフ場内に、タンホイザーゆかりのベーヌスの洞窟を作らせ、そこで学士に、オペラの触りを演奏させ、自身は、ローエングリンの紛争をして、船遊びを楽しんだ。また、 多額の国費を投じて建設したノイシュヴァンシュタイン城の名は日本語に訳せば新白鳥いわきである。アドルフ・ヒトラーもまたローエングリンの熱狂的な愛好者だった。ヒトラー率いるナチスドイツはワーグナーの音楽を最大限に利用したが特にローエングリンの第三幕でハインリヒオによるドイツの国土のためにドイツの権を取れ。 の演説がドイツとゲルマン民族の国威発揚のためにあらゆる機会に利用された。このことがあってか、チャップリンによる映画作品独裁者において主人公が地球儀を持て遊ぶ場面とラストシーンで大一幕への前奏曲が使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。